2回空振りやったんですか、わざスリーボールからね。お前なんだその態度はって言われてね、いや俺形くらいなんて言ってませんよつってね。パロマとかなのか、あのこれはね大島さんだ。パロマって結構かっこいいあだ名やな。素晴らしいのが例のあの長崎選手との首位打者争いをした年ですね。首位打者争い、はいはい、もう本当にもうあれは開幕からずっといい感じで打ててたんですか。いやだからねあんまり覚えてないんですよね。あの僕一番打つことが多かったんで、うん、だからそのこのゲームこのゲームっていつもやってる感じ で、うん、で一番バッターのノルマ、まあ、僕なりのですよ、うん、思ってるのはやっぱり 2回は出塁する、うん、でそのうちの1回を後ろのバッターで返してもらう、はいはい、だから1つ得点する、うん、でそういうことができればいいなと思って、うん、だからそれの積み重ねとしてそういう数字になっていくっていうことで、うん、あんまり最初は考えてないですよね。でまあもう本当に終わり頃になってそういう、まあ、打率の争いだとか、うん、チームの優勝争いだとかってなるとそういうのを意識してやりますけど、もう本当にそれまでは毎回の積み重ね、一回一回の積み重ねっていう感じです。ああ、でもね、永田さん、3割5分なんてすごい高い数字ですよ、ああ、そうですね、これ。普通なら簡単に首位打者取れる数字ですよね。はい、だから、首位打者を目指して野球をやってるっていう気持ちじゃないんですよね。うん、だからそういう中でプレッシャーが大きなプレッシャーになって、そのプレッシャーの中で野球やれるっていう喜び、うん、そういうものを感じるっていうねのが大事だし、あと僕はあの牛島がそれを覚えてくれてたんですけど、一生に1回しか野球グラウンドですが、野球を見に来られない、ね、人もいるんだと。だその人にやっぱりプロのプレーを見せしたいなっていう話をね。あ、なるほど。そうやって考えたらそういうタイトルだから休むとか、あ、なるほど、っていうと寂しいじゃないですか。だから出れる状態であれば自分のプレーを見せしたいっていうね、それこそがやっぱりプロ野球なんだと。その結果そういう数字がついてきて首位打者になった、ホームラン王になった、それはありですけど、でもそのタイトルのために出れるのに休むっていうのは僕はあんまり好きじゃない。あ、なるほど、なるほど、はい、たった1回しか 見ることのない人のためにも、その人が来られた時に自分出れるのに出てなかったって寂しいなと思って、あ、うん、そういうのは大事にしたいなと思いましたね。それなんか劇団四季なんかもなんかそういうあれがあるみたいですね。あ、そうですか、うん、だから絶対に噛んだりとか閉じたりしてはいけないっていうので、すごい訓練を仕切ってやるみたいですよね。だから連続試合出場なんていうのは僕はすごいことだなと思いますね、うん、あ、そうかそうか、うん、まあ、連続イニングは大変でしょうけど、うん、やっぱり途中で交代はいいけども、うん、やっぱりゲームに出るっていうのはねすごく大事なことだと思います。なるほど、となると、田尾さんは追いかける立場、はいはい、で向こうはわずかながらも上回ってて、うん、それで田尾さんに抜かれるまでは試合に出ないという形になった、ね、関根監督でしたっけ。残り3試合で、うん、まだちょっとあったんです差が、うんうん、その1戦目で3打数2安打、うん、で2戦目で5打数4安打打った、うん、それで9毛差に追いついたんですよ、うん、そしてね、あ、そうか、1人もないんだ、九毛差に追いついてね、であれ横浜ですよね、はい、で横浜でこれ明日は多分勝負しないんじゃないかなっていう気持ちになってね、だね朝もうほんと早く目が覚めて、であれ横浜公園かな、横浜公園にね散歩に行ったんですよ。そしたら宮古裕次郎がいてね、うんうんうん、それで鈴木代表もいてね、うわみんな寝れないのかなと思ってね。ああ、そうか、優勝がかかった、優勝がかかった最終ゲーム、優勝争いしてる時でしょ、うん、ね、横浜スタジアムですね、勝つか引き分けで中日優勝、はい、負ければ巨人の優勝だったんですね。そうそうそう、あの時僕が、まあ、一軍メンバー登録されてたんです。いたんだ、はい、で毎日バッティングピッチャー寝れそっか本当、はい、そうか、もう抹消する、もう試合と、もう力のある人が全部試合投げるんで、あ、上がりですよ、あ、登録メンバー、あ、そういうことか、登録されてるけどね、普通に上がるのはあれやから、あ、なるほど、毎日 BP、 タオさんにも、まあ、もう主力の方に毎日
なるほど、はい、やっぱり生きた球投げますからねでよくお前日本一のバッティングピッチャー生きた球投げますから、はい、まあまあ現役ですもんだから、はい、だからあの自分が一番貢献者のあのBBじゃないからあの優勝したと、はい、先発は小松投手でしたよね。違いましたっけ。そう小松です。そうですよね、最終はね、はい、ね、はい、その前の投手は三沢さん、前のゲームは三沢さんで、うん、緊張してね、うん、ストライク入らなくてね。なるほど。で、あの時に近藤監督はあのビール飲めみたいなのは、いやもう緊張してるやつはビール飲めっつって、うん、あのベンチの裏のロッカーのところにやっぱりビール持ってきましたね。タオ、うんうん、さんは飲まないですよあれはだからそれで緊張感をほぐしたんじゃないですか。あ、そういうふうに持ってって。でもその日に投げない三沢さんとか飲んでもいいわけですよ。もうそうかそうか、もう使われないですからね。実際に飲んでプレーした人ほとんどいないってことですか。いや見てないです。ああそうですか、はい、あ、なるほど。で結局まあタオさんのそういうことがあったんですけれども、チームはそのためにも優勝できたっていう部分もね。だから僕は1打席目が、まあ、先頭打者ですよね、うん、はい、これで歩かしてくれたら優勝できると思ったんですよ、まず。あ、そう。あの時はね、うん、最初の打席は、うん、それでだんだん点差が開いていって自分がまた冷静になって、うん、こんなゲームやってていいのかなと思いながら。それはプロの、あの観客のためにってことですよね。そうです、ファンの人たちに、うんうん、あのゲームの大きなポイントは僕と長崎さんの首位打者争い、うん、それと巨人か中日どっちが優勝するか、はいはいはい、2つ大きな 見どころがあったわけですよね、うん、でこの見どころをファンの人たちにお見せできなかったゲームなんですよね。だからこれが、まあ、僕がもしあれは一選手ですからそうはいかないですけども、監督っていう立場になった時にどうするかなって考えますね、はい、だから僕が関根さんだったら勝負しようかっていう風になるんだろうなと僕は思います。なんかあのなんかで見たんですけど、うん、その後関根さんとなんかお話しされたって。関根さんともお話しましたよ、そのことについて。いや、あの そのことにっていうかね、あれ僕からお話ししたわけじゃなくて、関根さんがね、うん、あの時はなちょっといろいろあってねとかって言って、で、まあ、これ言っていいの誰とは言いませんでしたけど、誰かに土下座をされたんだっていう話をされてね。あ、そうなんですか。まあ、あそこで土下座できる人は僕は一人しかいないと思うんですだから、まあ、だから僕に、まあ、だから歩かせればそういう勝つ確率が高いっていうことだと思いますよね。何もあのそれ以外のことでできないですからね。だけどどうかなっていう気がしましたね。なるほど。個人のタイトルって僕は優勝とかと比べたらもう大きな違いだと思うんで、まあね、チームっていうのはもともと優勝するためにみんな頑張るわけで、そうです、そうです。個人タイトルその後についてくるものであった、うん、それもやっぱり本当に真剣勝負して、うん、そこの中で取るもんだっていうね、あ、気持ちが強かったんで。だから僕があれ空振り最後の打席やってた時、あれ辻ダンプ辻さんでした、多分キャッチャー、キャッチャーで、キャッチャーで、お前なんだその態度はって言われてね。つまりフォアボールフォアボール敬遠敬遠で、まあ言ったら勝たしてやってるみたいな言い方したんですよ。あ、で僕はいや俺勝たしてくれなんて言ってませんよっつってね真剣に大先輩ですけど、うん、これまあ普通にやっても勝つと思ってましたからね。だからあのその一言言われたら僕もカチンときたんですよ。似てるんですよ。いやいやいやそれはもうあのその僕の次元とあのタオさんの次元全然違う。いやいや僕はねあのもうあのなんだ逃げ道がないから。落合でも勝負いくやつだから。いやいやいやもうあの何回も言うと球速猫を噛むじゃないですか。もう追い詰められて思わず行っちゃうタイプ。いやいやいや。だからもう一回整理すると、タオさん第5打席ですか。そうです、ね、はい、あのずっとフォアボールフォアボールできたの で、はい、第5打席に2回空振りやったんですか。わざスリーボールからね。あ、スリーボールになって、スリーボールからあのとにかく打つ気持ちはありますよっていうものなんかで表現したかった、うん、だから最初はやっぱりちょっと飛びついてても当てたのかなっていう練習で行ったけど、うん、まあ、届かないところに投げられて、うん、でその次はもうあの真ん中 のつもりで素振りをして、そしたら向こうのキャッチャーの辻さんが、うん、なんだお前のその態度はみたいなことを言われたからカチンときたと。カチンときたんですよ。あでも気持ちは分かりますよね、それはね、うん、もうカチンとくんのは人が誰でやるとカチンとくるんだいろいろありますもんね。いろいろありますか。だから今日楽しみなんですよ、お話を伺うのが。もう多分皆さんが思ってる以上にカチンときてる人間です。
ねえ中田さん、こんなに柔和な顔されてる方がね、いやいやいや、あ、そういうの中田さんやっぱり似てるか。いや僕は、ね、似てますよ、僕自分では似てると思います。あ、そうですか、うん、やっぱり1月8日まで。いや僕はね、あの自分ではね、すごいカットはきますけど、うん、気はめちゃくちゃ長い方だと思います。あ、そうなんだ、これ言うとみんなね、僕も短い、うん、これ言うとね、あの皆さん、そんなことないよって言われます。もうすごい気は長いです。そのくらいカットくるのはすごい、いやちょっとしたことでカットきます。早川さんからなんかパロマとかなんか、あのこれはね、大島さん。大島さんなんです。大島さんか。大島さんが最初パロマパロマ。僕はあの関西の人間ですから、はい、パロマって知らなかったんですよ。パロマって結構かっこいいあだ名や。大島さん、そうパロマって何ですか。パロマ知らないんだよ。瞬間に若しき。いや僕そんな怒ってますか言うたら、お前見てるいつもカカカカしてるやろってよく言われましたけど。ピカイチ名古屋チャンネル。結局長崎選手が首位打者に、はいはい、で田尾さんはでも自分はあの優勝に入ってきましたからね。3割5分なんていう数字も打ってるし、打てました。まあだから、うん、あの長崎さんとは今度あのタイガースで僕一緒に、そうなんですね、阪神でまた一緒になったんですよね。そうです。だからもう一緒によく麻雀しました。あ、本当ですか。はい、仲良く、うん、それであの長崎さんがあの助かあの救われた言葉は王さんに言われたんだと、うん、王さんがあのところまで君が打ってたから最後はああいう形でちょっとね、まあそういう形になったけども首位打者になったんだから、うん、誇っていいんだと、うんうん、あの打率残せなかったら首位打者にはなれないんだから、あ、だからもうあの堂々とその首位打者で思っていていいんだって言ってね、あの王さんが言ってくださった。なるほど、まあ、さすがだなと思って、ね、ただね、僕はあの思い出すのは、はい、僕もサンデードラゴンズっていう番組やってて、はいはい、その時にその後あの宇野さんと掛布さんのありましたね。あれは2試合連続ですよね、うん、ホームラン王のね、はい、で互いにまあ結局最終的に2人とも取ったんですか。取ったんです、ね、取ったんです、あのピッチャーが敬遠敬遠みたいな感じになってと、はい、いうことで、あれ掛布君とも話しましたけど、うん、もうあの出るなって言われましたって言ってましたよね。もう出てフォアボールの合戦するんだったらもうお互い出ない方がいいんじゃないか、うん、あ、なるほど、うん、僕ね、はい、で番組の中で、はい、そのプロがねこんなことやるのはね、はい、本当に情けないみたいなことを偉そうに僕言っちゃったんですよ。いやいや、それは正しいです。いや、そうなんですけど正しいと思いますよ。いや、そう、あとは大変だと思いますけど、いやいやいや言ったんですよ。ね、でその時は、はい、で後になって、はい、あの高木森道さんとお話しする時があって、はい、監督の立場になるとね、タイトルがもうそこまで来てると取らせてやりたいという気持ちにはなるんだよね、うん、みたいなことをおっしゃって、はいはい、なるんですよね、僕なんかプロの経験ないから、うん、そのタイトルの大きさみたいなことがわからないんであれなんですけども、あ、そういうことなのかっていう。それはね、今の選手たちはものすごく給料高くなって、はいはいはい、あのタイトル取らなくても何億とかもらってる選手何人もいますけど、うんうんうん、あの当時はもうタイトルを取ればあのまあ言ったら食いっぱぐれがないぐらいは やれるよみたいな、なんかそういうことをよく言われてましたよ。なるほど、はい、まあ、タイトル一つ取ったことで、うん、なんだかんだ仕事があるんだと、うん、だそういうこともあったので、あの監督はなんとかタイトルを取らせてやろうっていう気持ちが強かったんじゃないでしょうかね、うん、今はもうタイトルのために、うん、なんかいろんなことをこう、ね、ファンの人たちの期待をあの、まあ、期待に添えないことをやるっていうのはもうやっちゃいけないと思います、うんうん、やらなくても給料もらってるじゃないかっていうね、うん、そこで考えていかないといけない。なるほどね、はい、田尾さんといえばもうこれはもうぜひともお話を伺いたいっていうのは、結局そこからの、3年連続最多安打、最多安打ね、はい、を取られて、はい、1984年かまでね、はい、で85年の1月にトレードと、そうですね、いうことがあったんです。あれは1月24日ですよね。あ、はっきり覚えてらっしゃいますか、うん、間違ってなければ多分そうだと。西武とのトレードが決まりましたって言われたんですよ。なんだこれと思って、寝耳に水ですか。もう全く寝耳に水で、うん、それでカチンまた来ましたね。でドラゴンズでもう骨を埋める、そういう気持ちで入ったつもりだったんだけど、
それでもこういう扱いされるんだなっていうね。プロ野球ファンの皆さん、ピカイチ名古屋チャンネル登録よろしくお願いします。高評価コメントよろしくお願いします。待ってます。